どうも、うずです。今週の月曜動画で、今週まず1本目は、MacOS の方 L キャピタンっていう新しい OS にしたんですが、あんまり変化が感じられないっていう動画を上げました。で、実際これ今1週間ぐらい使ってみて思ったんですけど、まああんまり変わんないです細かくね、毎日使ってる人だったら違うかもしれないんですけど、最近私自身が Mac をねたまにしか利用しないので、そう感じるのかもしれません。で、今週次はあの Surface Pro で、今週2本目は Surface Pro 4、 Surface Pro 4がついに発売されるということで、そのお話をちょっとさせていただきました。で、 Surface Pro 3が今処分品扱いでお店とかに並んでるんですが、まあ値下がりなんかはね特に大したことないんですけど、まあ、Surface Pro の方はもう発売からねずっと評判良くていい端末ですから、新端末で 12.3 インチ、ちょっと大きくなっちゃうのが嫌だっていう方は Surface Pro 3今のうちに買っといた方がいいかもしれないです。で、今週3本目は、以前からちょっと言っていた外出のロケ動画ですね、日光とスカイツリー行った案件動画なんですが、こちらの方をアップさせていただきました。まあ、企業コラボ動画ではあるんですけど、あのいつもの私の動画っぽくゆるく外出のロケやりましたんで、ちょっと違った風に見えると思いますから、まだ見てない方はぜひご視聴いただけると嬉しいです。で、今週4本目は、まあ、ある意味人気シリーズの、自宅部屋紹介です。私のこういつも動画撮影してる部屋を紹介をさせていただきました。まあ、そのおかげでね、ちょっと自分のね部屋だけ片付いたという状況でございます。で、今週5本目は新女神転生4、最近新女神転生4ファイナルっていうタイトルが発表されて、ファミ通とかで特集されたりサイトもできているんですが、その新女神転生4のベスト版っていうのが発売されたので、その紹介動画というかお話をさせていただきました。はい。で、今週のフリートークは久しぶりにちょっと YouTube に関してお話したいと思います。まあ、ちょっと下にねまたテロップ入れとくんですけど、あくまで私個人の意見でございます。YouTube で動画投稿してる人っていうのはすごい今多くなったのは、まあね、YouTube 見てる方はよくお分かりだと思うんですけど、めちゃくちゃいますよね。で、特に商品紹介とか何々をやってみたっていうような動画がわんさかあります。一日本当すごい数が上がってます、日本だけでも。で、テレビでもちょこちょこ特集されるようになって、底辺 YouTuber ってよく特集されるんですけど、動画をねいくらこう上げてても視聴者も増えない、再生回数も伸びない、そういう話があります。まあ以前からあるんですけど、ここ最近特にそういうのが厳しくなってきたと思います。で、テレビ見てた時にあのお笑い系の YouTube やってる人でめぐみんさん、有名な方ですけど、出演されてた番組で、もう YouTube ダメだよっていうことをちょっと最初言っていて、まあそれいろんな意味があるんですけど、私がねやり始めた2年ちょっと前もうそんな早い方じゃなくて、もっと早くやられてる方は全然いたんですけど、その頃って YouTube こう動画投稿してると結構ね顔出ししてこういう風に発信してると登録者とか再生回数って伸びやすい傾向だったんですよ。でも今、まあ、私みたいにね、私もねこうお話ししてるような単純なね動画ですから、こういうことやられてる方なかなかねチャンネル登録者が増えないとか再生あんまされないなっていう方が多いと思うんです。まあ、当たり前なんですよ。今日本で YouTube こうアップしてる方のスタイルって大体みんな似通ってるんです。海外とかだとすごいお金をかけて映画みたいな制作の仕方とか、本当に番組みたいな形で YouTube ねやられてる方いるんですけど、日本で YouTube やってる人って UM とか、まあメジャーな事務所があってそこに所属してて、テレビとコラボしたイベントとかね番組やってるのはまた別なんですけど、私みたいに本当ほとんどの方がお話してるだけの動画で、あとねこういうね商品を紹介するような動画なんですけど、みんな似てたら結局登録者が多くて再生回数が普段から多い方の方の動画にみんな目がいってしまうのはしょうがないと思いません？だから私自身がよく YouTube 見るのが好きで見てるんですけど、おしゃべりが上手で編集もね全然すごい、うずさんより全然上手な方いっぱいいらっしゃるんですよ。でもきっとそういう方たちもチャンネル登録者がちょっと伸びないなって思ってる人いっぱいいると思うんです。で、私も言うほど多くないですけど、まあ、現実こう個性を出した方がいい、個性を出した方がいいっていうけど、個性を出すのって非常に難しいと思うんです。あんまりあからさまにやると逆にちょっと引くじゃないですか。あ、この演出どっかで見たとか。だからね、実際ね YouTube すごく今大変なんですけど、まあ、何が言いたいかというと、前から言ってるんですけどね、自分で楽しくやれればいいんじゃないかという、そういう
お話をまた再びしたかったわけです。まあね、何かの機会で一気にこう伸びる人がいるかもしれないんですが、もう地道に今はねやるしかないかなっていうところを本人私自身も感じてますので、その YouTube 始めました、はい面白いことやりました、いろんな人いっぱい見てくれるようになりましたみたいなね、そんなトントン拍子にはいかないので、その辺は自分で楽しみながら緩やかにやっていくような 気構えというかあった方がいいかなと思います。で、私あんまりコラボってやらなくて、YouTube 上げてる人とこうお話とかね一緒にこうやったりすることがほとんどないんですけど、都内の方とかだとね、この間のテレビの特集もそうなんですけど、その YouTube やってる方同士で集まって話し合ったりとか、そういうまとまった動画をアップされたりしてる方もいっぱいいらっしゃるんで、そういうの見てるといつも思うのが、あ楽しそうにしてるなっていうのをすごく感じます。だからやっぱりね、楽しければいいんじゃないって思いました。本日のフリートークはそんなちょっと YouTube に関して思うところを話させていただきました。で、うずのチャンネルはあのガジェットとかパソコン、あとはゲーム、カメラなどの話をよくやってますので、そういう話が好きな人はぜひお付き合いくださいませ。チャンネル登録をすると余計動画見やすくなりますので、まだチャンネル登録されてない方は動画の下にあるチャンネル登録の方から登録していただけると嬉しいです。ではまた次の月曜動画で、バイバイ。